エルビス・オーガスト・アンドラストーレスは、ベネズエラのアラグア州マラカイ出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。MLB のオークランドアスレチックス所属。代理人は、スコット・ボラス。愛称はコマンドー。4歳年上の兄であるイロルド・アンドリュースは、タンパベイレーズ参加のマイナーリーグに所属していた、左投げ、両打のがアイアシュ。2005年1月26日。 16歳の時にアマチュアフリーエージェントでアトランタブレーブスと契約を結びプロ入り。この年からマイナーリーグでプレーを始め52試合に出場の上打率293出塁率377の高成績を収めガルフコーストリーグブレーブスのチーム内 MVP に輝いた。2007年は AQ マートルビーチペリカンズにおいて126試合に出場して40個の盗塁を決め、7月8日に AT&T パークで行われたオールスターフューチャーズゲームでは世界選抜チームの一員として代打に起用され、夕頃に倒れた。2007年7月31日にマークテシェラ、ロンメイヘイトのトレードでジャロット・サルタラ・マッキア、マット・ハリソン、ネフタリ、フェリス、 ボー・ジョーンズと共にテキサス・レンジャーズへ移籍した。シーズン終了後にはアリゾナ・フォールリーグに派遣され、15試合に出場して、高成績を上げ、オールプロスペクトチームに選出された。2008年2月3日にレンジャーズファーム組織内のトッププロスペクトとベストディフェンシブ・インフィルダー、ベスト・インフィールド・アームの3部門に選定される。シーズンでは、 参加の AA 級フリスコラフライダーズで118試合に出場して打率、295出塁率、350、54盗塁。7月13日にヤンキースタジアムで開催されたフューチャーズゲームでは、世界選抜チームの遊撃手として、先発出場を果たし、1、9、1盗塁1得点をマークした。12月8日、プロスペクトリストの4位にランクされ、 前年に引き続きベストディフェンシブ、インフィルダーとベストインフィールドアームに選定される。2009年のスプリングトレーニング中のプレシーズンゲームでチーム最多の30試合に出場して好成績を収め、4月6日のクリーブランドインディアンスとのシーズン開幕戦に9番遊撃手で先発出場を果たした。そして第1打席でクリフリーから キャリア初安打となる右翼戦ルイダを放つなど、四打数一安打一得点の結果で、デビュー戦を終えた。なお、アンドラスが、声優劇種に抜擢されたがゆえに、看板選手のマイケル・ヤングは三塁へとコンバートを、余儀なくされた。ヤングは当初これに難色を示し、一時はトレード論も浮上したが、最終的には、本人が三塁転向を受け入れチームに残留した。さらに、 レンジャーズは、ベネズエラ人遊撃手の選抜であるオマービスケルと、契約を交わし、若干20歳であるアンドラスの指南役に当てた。1年目から145試合に出場し、守備防御点プラス15は、ジャック・ウィルソンに次いで、全遊撃手で2位だった。新人王の投票では、アンドリュー・ベイリーに次ぐ2位に入った。2010年は、オールスターに初選出された。支給が増加して、 出塁率は上がったが、本塁打は、レギュラーシーズン、ポストシーズン通して0本だった。この年は開幕してから一度も髪を切らずに伸ばし続け、終盤には、アフロヘアーになっていた。シーズン終了後には、元通りに頭を丸めた。2011年は、自己ベストの打率、279を記録し、2年ぶりの本塁打も放った。主に2番、遊撃として、 チームのリーグ連覇に貢献した。2012年2月8日に、レンジャーズと総額1440万ドルの3年契約に合意した。7月には2年ぶり2度目のオールスター選出を果たした。1、3番を担当したヤン・キンズラーとジョシュ・ハミルトンの間でつなぎ役に徹し、2年ぶり2度目の最多ギダを記録した。2013年開幕前の3月に開催された、 第3回ワールドベースボールクラシックのベネズエラ代表に選出された。シーズンでは4月4日にレンジャーズと総額1億2000万ドルの8年契約に合意した。この年は156試合に出場して打率、271、4本類打67打点、42盗塁を記録した。2014年も遊撃のレギュラーを務めたが、 オフシーズンにトレーニングをサボったため、総攻守すべてに成績が低下し、特に盗塁師はリーグワーストの15個だった。2015年は自己最多となる160試合に出場した。自己最多の7本塁打に加え、2塁打も34本放ったが、打率と出塁率はさらに低下し、自己ワーストを更新した。総塁面では25投塁は、 自己最小ながら、盗塁死を8つ減らした。また、通算200盗塁も達成している。遊撃守備は、アメリカンリーグの遊撃手では、ワースト2位の22試作策を犯したが、248、視察と516補殺は、いずれも、あ、リーグトップを記録した。2016年5月15日に起きた、トロントブルージェイズ戦での乱闘で、17日に、MLB から、 暴力行為を行ったとして、1試合の出場停止処分が課せられた。最終的に147試合に出場し打率、302、8本類打、69打点、オプス0.800と、キャリアハイの成績を残した。遊撃手の守備は147試合で17失策、守備率、974という成績ながら、前年と同様に視察と補い札では、 リーグ上位にランクインした。2017年9月6日に、初となるシーズン20本塁打を記録し、シーズン20本塁打20盗塁を達成した。オフには、球団年間最優秀選手賞を受賞した。2021年2月6日に、クリス・デイビス、ジョナハイム、デーン・アッカーとのトレードで、アラミス・ガルシア、キンセンともにオークランドアスレチックスへ移籍した。 2010年3月快速を最大の武器とし、ウィリー・タベラスの遊撃手バージョン、レンジャーズの機動力を担う存在、将来の一番打者候補と職望されていた。目標とする憧れの選手は、デレクジーターとオーマー・ビスケルの両遊劇種、ミルブ MLB、ありがとうございます。